さて、やってきますか。今回はいよいよね、今までブレンダーとサブスタンスペインターで作ってきたものをゲームエンジンの上で動かしてみました。ちょうどね、アンリアルエンジンも正式にリリースされたってことでね、こちらを使っております。やっぱりね、自分でモデリングしたキャラをゲームエンジンに入れて実際にキーボード、マウスやゲームパッドで動かすっていうのはね、格別の喜びが感じられますよね。この喜びってのはね、僕の視聴者の人たちにもね、ぜひ味わってほしいですよ。僕はね、これが楽しくてゲーム開発やってますからね。前回の動画でも話したんですけれども、ここまで来るのにね、求められる能力の種類が多すぎて、まあなかなか大変です。モデリングでアート的な能力が試され、リグを組むのにロジカルな能力が問われ、アニメーションでも独特な知識を要求され、さらにここに来てね、ゲームエンジンの操作法を知る必要があると、ハードルを乗り越えたからこそね、得られる喜びってのももちろんあるんですけれども、この辺がね、もっと緩和されるとより多くの人がゲーム開発の楽しさを味わえるようになるんじゃないかなと思います。ただそうは言ってもね、アンリアルエンジンとかユニティの登場によってだいぶハードルが低くなったところもありますよね。これらが使えるようになる前は、C++ っていう言語をまず知ってる必要があって、その上で DirectX や OpenGL っていう GPU にアクセスするためのライブラリを操ってね、それからベクトル行列クォータニオンっていう線形代数の知識もフル活用して、初めて 3D のレンダリングが可能になります。これをね、職業にしようと思って腰を据えてチャレンジするのならともかく、万人向けではないですよね。今はね、ゲームエンジンが無料で使えるので、ありがたい時代です。ってわけで、ゲームエンジン上でキャラを操作することができるようになったので、ここから先もいろいろやっていきたいと思います。IK を組みたいだとか、ジャンプやスライディングをしたいだとか、まあ、細かいことはね、もう本当に山ほどあるんですが、まずはね、銃を撃てるようになったりすると一気にゲームっぽくなるので、またブレンダーに戻ってね、その辺のアニメーションに手をつけていこうかなと思っております。はい、それじゃあまったねー。